どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが6月23日水曜日の試合前なんですけれども、先ほど1本目の動画でタイガースの1軍の先発陣の安定感が素晴らしいというね、お話をさせてもらったんですけれども、2軍で先発として素晴らしい成績を出し続けているのがベテランの岩田投手なんですけれども、岩田投手はこのままね、先発としての調整でまた1軍に上がってくるのかなと思われていたんですが、ここ2試合はリリーフでの登板が続いているわけですね。なので今回の動画ではもしかしたらこのベテランの岩田投手がリリーフとして1軍に上がってくる可能性もあるんじゃないかなということで、僕自身が思う今後の岩田投手の適正な起用法ね、先発なのか中継ぎなのか、岩田投手の特徴、そしてこれまでの登板というのを見ていきながら思うところね、お話をしていきたいなと思います。ということで、早速お話をしていきたいなと思うんですが、まずこの岩田投手についてお話をしていく前に、NPB から2021年プロ野球エキシビジョンマッチっていうね、ものの日程が発表されたわけなんですけれども、これまず何なのかっていうところなんですが、昨日の動画でもお話をしたんですが、東京オリンピックがね、行われる中で、だいたい1ヶ月ぐらいペナントレースが中断されると。で、その中断を受けて、選手の調整であったりだとか、球団の収益面の確保で最大1万人ぐらい入れながら行う非公式試合ね、これの日程が発表されたわけなんですが、タイガースの日程だけね、出ましたんで、ここざっくりとお話をしていきたいなと思うんですが、まず7月の27日から29日までが甲子園でのロッテ3連戦。で、7月の30日から8月の1日、これも甲子園で西武との3連戦。で、8月3日、4日、そして1つ休んで6日ね、これがオリックス戦で京セラで行われて、で、最後が8月の8日から8月の10日、これがイーグルスとの、楽天生命パークでの3連戦ということで、ちょっとね、交流戦の延長上ではないですけれども、パリーグの球団4球団と試合をしていくと、12試合ね、あるわけですから、しっかりこう、若手の選手、ベテランの選手、そしてこれまでなかった起用法とかね、いろいろと試していきながら、この調整が行われていくかなというところなんですけれども、話をね、ちょっと本編に戻すと、この岩田投手ね、岩田投手に関しては2軍で素晴らしい成績をね、ずっと出していて、このエキシビジョンマッチとかでも先発で出てくるんじゃないかなと思っていたんですけれども、ちょっとリリーフでの登板が続いていると。で、まず岩田投手のね、今シーズンの成績を見ていきたいんですが、8試合に登板して防御率が 2.25、そのうちね、4試合先発がある中で、2勝1敗で24回を投げて、奪った三振が13、フォアボールは7、そして被打率が2割1分4厘ということで、2軍でほんと素晴らしいピッチングをずっと続けてるわけですね。で、岩田投手に関しては、これまでのね、実績っていうのを見ていきたいんですけど、ここまでね、プロはずっとね、先発で基本的にやってきて、60勝82敗ということで、もう大体は先発なんですよね。リリーフ登板っていうのもちょくちょくあるんですけれども、岩田投手のキャリアハイといえばやはり2008年になるかなと。27試合先発として登板して、防御率が 3.28。10勝してるんですけれども、10敗してるっていうね。大体岩田投手に関しては、9勝しても13個負けたり、8勝しても14敗したりっていうね。なかなか勝ちが先行してこない中で、通算成績も60勝82敗っていうのね、成績になってるんですけれども、やっぱりこの岩田投手の特徴とすれば、スロースターターだと言われてるんですよね。なので序盤に点を取られてしまって、後からだんだんとっていう感じなんで、リリーフでの登板もどうかなというところなんですけれども、まずね、直近の岩田投手の登板というのを見ていきたいんですが、まず6月の3日ね、ウエスタンでのオリックス戦に投げて、ここ5回1安打無失点、そしてアウト15個のうち11個がゴロアウトっていうね、岩田投手に関しては、先発でね、三振バンバン取るっていうようなタイプではないですから、内野の守備にも助けられながら、しっかり打たせて取るという中でね、で、この試合の登板が終わった後、平田二軍監督がコメントで、岩田に関しては5回を投げ切ってくれたらいいと、イニングを増やして打たれるよりは、5回をピシッと投げてもらうピッチャーとして、1軍でチャンスがあるだろうという話をしていて、次の登板ね、6月の10日のカープとのウエスタンリーグの試合なんですけれども、ここね、5回まで2失点、素晴らしいピッチングだったんですけれども、ちょっとね、長いイニング行ってみようということで、6回も行ってみたんですけれども、そこでちょっと捕まって、結果的には5回3分の2、6安打4失点ということで、やっぱりこの登板でね、岩田投手は投げるならもう5回だなという風な適性が決まったかなと個人的には思ってて、で、どこかの谷間の中で、岩田投手を1軍に上げて、ちょっと苦しいところ投げてもらうのかなっていう起用法かなと思っていたんですけれども、6月の17日ね、この2軍戦なんですけれども、中継ぎで登板したんですよね。で、この中継ぎの試合に関しては、2アウト満塁までね、ちょっとピンチは作ってしまったんですけれども、しっかり抑えたと。1軍でのリリーフ登板というのは4試合だけですからね。基本的にはずっと先発でやってて、なんで岩田投手がリリーフなんだろうと。調整なのかなと思っていたんですけれども、昨日ね、22日の試合に関しても中継ぎで出てきたということで、ここは三者凡退だったんですけれどもね。なので、もしかしたらこれ岩田投手中継ぎで行くのかなってね、個人的には思ったんですが、まずね、2軍の先発事情というのを見ていきたいんですが、めちゃめちゃ余裕があるっていうわけではないんですよね。2軍のローテをある程度ずっと回ってるっていうのは、牧投手、村上村上投手、そして小川投手ね。まあ、二人ね、一軍経験してますけれども、まあ、こういうピッチャーがある程度回ってると。で、まだまだね、頭数というのはあるんですけれども、まあ、例えば西純也投手に関しては、フォームの修正で、まあ、次の登板決まってませんし、で、望月投手も前回登板でね、ちょっと頭に当ててしまってデッドボール、そして中田投手も6月の5日以来登板してませんし、で、先日登板したチェン投手が左肩の怪我ということで、まあ、本来であれば、まあ、岩田投手をね、しっかり先発で使いたいというか、回さなければね、ちょっと頭数が足りないという状況なんですけれども、まあ、もしかしたら1軍の方で岩田をちょっと中継ぎで投げさせてくれないかっていう風な要望が出てるのかなと、個人的には思ったんですよね。まあ、中継ぎの適性見極めというか、前の監督もね、あまり岩田投手の中継ぎっていうのは見てないでしょうから、もしかしたらこうね、そういう要請が出てるのかなと個人的には思ったんですけれども、まあ、一軍のリリーフの現状というのを見ていたときに、まあ、それぞれの役割分担ですよね。まあ、ビハインド、まあ、ある程度こう点差がついている中で投げるピッチャーとなれば、まあ、石井投手、斉藤投手がいるわけなんですけれども、まあ、こちらどちらも右と。で、勝ちパターンで言うと、馬場投手、藤浪投手が右投手で、左に関しては、岩貞投手、及川投手、岩崎投手、3人左ピッチャーいるんですよね。で、守護神がスアレス投手っていう形で、まあ、現状8人いるわけなんですけれども、まあ、ここに岩田投手を掘り込むっていうことであれば、左が4枚になりますし、で、誰かを下げなければいけない形になるわけですよね。で、石井投手、斉藤投手もね、まだまだ若いですし、まあ、1軍での、まあ、なかなかね、いい場面での登板というのは難しいかもしれませんけれども、まあ、基本的には1軍に置いてね、経験もさしたいですし、で、勝ちパターン誰かを落とすっていうのは難しいですからね。ってなった場合に、やっぱり岩貞投手の状態があまり上がりきってないというのが個人的に気になる中で、まあ、岩田投手がね、まあ、スロースターターではありますけれども、1イニングでボンとね、全力で掘ってある程度抑えられるのであれば、まあ、岩貞投手は中継ぎでね、いてくれたら助かるんですが、まあ、個人的にはね、また先発でもちょっと見てみたいかなっていう思いもあるんですよね。やっぱりね、1イニングでね、150キロ近くバーンと投げれるピッチャーなんですけれども、基本的にはもともと先発投手ですからね。まあ、ただチーム事情的に中継ぎに回って、そしてまあ、ここ数年はね、ちょっと中継ぎで回りながらっていう風な感じなんですけれども、まあ、先発で見てみても面白いのかなと、ただ、やっぱり谷まで投げるということであれば、まあ、岩田投手が一番理想かなとは思うんですよね。今の先発のね、状態っていうのを見ていたときに、左投手は伊藤投手しかいない状況で、まあ、高橋投手もまだですし、まあ、チェン投手も怪我なんで、まあ、なので、それらを考えていくと、まあ、谷までじゃあ誰か頼むってなった時には岩田投手ぐらいしかいないのかなと思うんですよね。で、中継ぎで言うとね、岩貞投手を落として岩田投手だったらちょっと不安だよっていう声もあるかもしれませんけれども、まあ、岩崎投手がね、昨日の登板でしっかりゼロで抑えて、監督もコメントを出していたんですが、1点リードで一番難しいというかね、前回のジャイアンツ戦と今日いけたんで、本当にいつも通りの素振りでいけると思う。また乗っていけるところになるんじゃないかなということで、まあ、昨日の登板見てね、まだまだ制球力っていうところは、まあ、本来の岩崎投手ではないかなという感じはするんですけれども、まあ、それでもね、球の勢い、ストレートの勢いっていうのは、まあ、ちょっとスピンがかかったようなね、まあ、岩崎投手らしい浮いてくるようなストレートを投げれていたんで、まあ、勝ちパターンっていうところで言えば、まあ、この岩崎投手、藤浪投手、スアレス投手で、ある程度3イニングはいけそうかなと。で、そこに及川投手が入ってきたんでね。ってなってきた時に、岩貞投手を投げさせていく機会というのがあまり今現状ないんですよね。であれば、まあ、岩田投手を中継ぎで試しながらっていうのもあるのかなと。ただ、まあ、ちょっと連投がね、効きそうにないかなというところもあるので、この辺をちょっと照らし合わせながらなんですけれどもね。まあ、これからね、タイガースに関しては、基本的に6連戦、そして最後オリンピック前の9連戦がね、まあ、7月にあるわけなんですけれども、まあ、6日からね、8日がヤクルト戦、9日から11日がジャイアンツ戦で、その月曜日も試合があって、12から14がベイスターズ戦っていうところなんですけど、この12日の月曜日がね、絶対ローテはちょっと回らなくなってくるので、まあ、中ね、ちょっとまあ、開けて間隔をね、そのまま詰めて投げるっていう可能性もあるんですけれども、まあ、ここで誰か新しい先発ピッチャーを入れていかなければいけない中で、まあ、若手の西純也投手もね、フォーム調整中ですし、まあ、ここで及川投手を試したりとか、まあ、それこそ岩田投手もあるかなと思っていたんですけれどもね、まあ、ちょっとこの中継ぎでリリーフで最近投げてるっていうことなんで、この辺がどうかなと個人的には思うわけなんですけど、まあいろいろとね、監督も試していきながら、まあ一軍の要望があるのかどうかっていうところなんですけれどもね、まあ個人的には先発で見たさっていうのはあるわけですよね。まあ基本的にはずっと先発でやってきたピッチャーですから、で、リリーフでね、球速がこう150キロバーンって出るようなタイプのピッチャーでもないんで、まあそれをリリーフで勝ちパターンで使うっていうところは頭にないとは思うんですけれどもね、まあこの岩田投手の使い方っていうところは、今後もちょっと注目ポイントになるかなと、次回のね、2軍登板とかでまたリリーフが続くようであれば、まあそれこそ1軍でリリーフで試そうかなという思いもあるのかな。っていうね、ちょっと推測できる部分もありますから、この辺の岩田投手の今後の起用法ね、どんな形で投げていくのか、この辺は注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者1万100人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者1万1000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。この大ベテラン岩田投手、気づけば生え抜き選手の中で最年長になってます。この岩田投手がどんな形で一軍に上がってくることになりそうなのか、この辺も注目して見ていきたいところです。ではまた。